世のため、いざ！乙女の誇りにかけて。姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。ほら、わらわの美しさ以上に大事なものがあって、何か言ってないで早く受け取ってきなさいな。姉上、まったく姉上は人使いか。貴様は一体まさか姉上の二を狙う族か。威力走行。私は浅い自然の神長政、この国の守護者だ。姉上、敵襲だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。マリア様、我が未名産ひとせ紅の献上です。少し色がくすんでいるな。姉上ならば捨てかねえ。姉と妻に挟まれ右往左往、まったく情けない男だ。悪である貴様には分かるまい。それが平和を守るということだ。私の婿候補に出せるな。バカうつけ後編僕は恥知らず。どうやら続々各地の宝が運び込まれている様子。かくなる上は奪って儲け、敵の士気を下げましょうぞ。主がために死を迎えたか。なんという正義。あの子に文を当てたのはどこのドイツだ。名乗り出ろ。私がこの目で見極める。あら、いい騎士ね。あと3つほど揃えましょうか。姉上、せめて位置に一つくらいは。もっと失敗していいのよ。あの子たちが困るのもっと楽しくなるのよ。はい。え、あれ、最近のヒー様はなんていうか少し変わったよな。力負けを恥じている間にもう一度立ち上がったらどうだ。これ、こういうだって使っちゃダメ。少しぐらいなら。いや、ダメだ。耐えるのだ、一。世の女の全てがこうとは思うだけはない。それで働いたつもりかしら。あなたの正義ってほんとちょっぽくね。音で磨きをかけて出会いの。このままでは私は私に顔向けできん。思いだ。見ろ男衆、あれが自動奉仕直虎様だ。人とは愚かなものだ。なぜ悪に染まり抗い続ける。南蛮菓子ね。わらわはこちらの方が好みよ。中政様、位置も欲しい。すまぬ、姉上から譲り受けられる気がしないのだ。どんどん運ぶぞ。マリア様のために。あら、あなたのものになれってこと。わらわをとろけさせてくれるなら考えてみる。マリア様とヒー様、あんたの好みはズバリどっちだい。お前たち、長政に鍛えられたのよね。それじゃあ見てあげるから進みなさい。かしこまり候補。お召し物にほころびが。後で男衆に繕わせましょう。
長政様が心配じゃないの？別に。それほどやわな鍛え方はしていないもの。男って結構褒められて伸びるってとこあるよね。ああ、俺もマリア様のような身内が欲しかった。それがしも才の目に見限られた。ただそれだけよ。マリア様、九州より良質の反物が届きました。これで城一つが姉上の布置き場に。いっそ女衆に全部任せた方がいいわ。安泰だよね。うん、大丈夫ですかい。さあ俺の肩につかまって。これに懲りたらいやらしい目は控えることだな。みんな私に遅れを取るな。 E の V 天下に知らしめてやれ。はっ。あなたたちはなぜ位置を望むの？一体位置にどうしてほしいの？あなたなら教えてくれるの？マリア様、最後の品をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないわかね。わらわをこんなに待たせるなんて。野間政様、また姉様のことばかり。一味お手伝いするわ。こんなものか。悔しくないのかお前たちは。お前たち、わらわを喜ばせたくないの？渇木すべし、浅い長政、輝く剣、我が胸にあり。うるさいわね。守り抜いてくれたら、うんと優しく撫でてあげる。君も乙女なら、しっかり己の道を生きろ。長政様、怖い人が位置をいじめるの。白金の価値、姉上、位置、私に力を。お前どこを見ている？だから男は、俺は負けない。そこに直れ。姉様のためにどれか持って帰ろうかな。さあ次はドイツだ。私の牙の餌食となるのは。お前はわらわを手に入れるための難題の一つ。蓬莱の玉のよ。だから頑張って。位置は欲しいの？ごめんね、位置はあげられない。誤解なきように言っておこう。私は三下などではない。全軍進撃開始。一度行ってみたかったんだ。指揮する人が倒れた以上、俺たちただの烏合の衆。俺たちの指揮を信じよう。きっとうまくいく。音の磨きをかけて。ちびれなかっただけでも大したもんだと思うぜ。もし思う通りに旗を上げられたならば、どんなにか。私を見て怯えるな。いや、だからといってジロジロ見るな。撃ってこい。遅れるな。おい男衆、少しは危機感を抱け。このえい、なぜ私がこうも板挟まれねばならんのだ。イチ、長政、わらわはしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわね。姉上、突然何を。待たれよ姉上。姉上、ああ
戦場をかける百個のごときお姿。あと何百とすれば奴を倒せるというのか。よしてる並みに働いたなら褒美は思いのままよ。打ってこい。撃ってこい。流行るな、私よ。冷静さを失うは悪だぞ。行くだ。無事に逃げおおせてくだされ。もらってやる。大人の勝負といったら暑苦しいのは嫌いでね。お前が言うの何のことだ。大将のためだったら時間稼ぎでも何でもするぜ。きっと長政が悲しむわね。頼りないところを見せたらこうだ。わかったな、男衆。は、続けた。はい。闇と炎の狭間よりいざ舞い上がれ。最終正義義元即断。口を挟むは悪である。まったく姉上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ一。嫁入り席にはこのような。長政様は悪くないわ。悪いのは、
この子たち、かわいいでしょ？ほら、ほら。いかに姉上とて、過ぎたるわがままは悪。総員加速、右に回って撤退せよ。乙女の涙を拭うか否か、人の分け目は単純さ。姉様を懲らしめてくれるの？そう。騒がしいわね。品定めも満足にできないじゃない。うん、そう、あなたが客なのね。できる。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。マリア、あの話の続きが聞きたい。例のダメ男は一体どうしたんだ？知りたい気持ちはわかるけど、年齢のあなたにはまだ早いわ。止めに怒りだ。じらすつもりはないけれど、少しくらい拒んだ方が盛り上がるでしょう。黒金の太刀、すぐ名前。乙女は負けない。この一撃、乙女の嘆きとしれ。乙女に磨きをかけて。あなたのものにはなりたくないわ。おっ、これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。